2024年5月24日 DeNA 戦。先発の大瀬良選手は初回に犠牲フライで1点を失うも、その後は追加点を許さない粘りのピッチング。打線は DeNA 東選手の前にチャンスを作るもなかなか得点できない展開の中で、8回こその選手にこの日3安打目となる同点タイムリーが飛び出し、試合を振り出しに。得点圏のありすぎるわい。執念の内野安打だったね。そんな小園選手の勢いはとどまることを知らず、延長に入った10回、この日4安打目となる決勝のソロホームランを放ち試合を決めると、続く末金選手もこの日4安打目となる2者連続ホームランで追加点。さらにさらにランナーを1人置いた状態での真選手にもホームランが飛び出し、もうお祭り騒ぎとなったよ。逆に怖いわい。そんな逆転勝利となった一戦にファンの反応はというと、大瀬良を引っ張りすぎた気もするけど、8回のピンチはさすがの救援陣でしたね。打線は坂倉がストッパーになってしまっていたのが気になる。秋山のタイムリーって思ったら、セカンドランナーの相沢がまだサードベース回ってなくて絶望してしまった。大瀬良頑張って確か血をつけてあげたかったな。援護がないのは東も一緒だけど、先発が報われない試合が多くてかわいそう。いや、さすがにこの展開は予想してなかったわ。 W 特に野間のホームランなんて誰が予想できるんよ。 W とりあえずナイス勝利。序盤の残塁祭りは反省しつつ、明日明後日もこの流れでかと。大瀬良の好投、小園と末金の連続ホームラン、本当にみんなヒーローだった。中杉陣もよく粘った。野間はなぜホームラン打てたのか俺にはわからん。 W 今日も小園様様だよ。小園末金は相手ピッチャーからしたら嫌だと思うよ。二人とも相手ピッチャー左右関係なく、打ちタイプも全く違う打者だし、ため打ちするしね。やはりホームランは全てを解決してくれますね。野間さん2年ぶりのホームランおめでとうございます。よかったけど、4回表でワンアウト2、3塁で坂倉選手が転がして得点をできなったのは痛いです。この日は小園霊だったね。これじゃ4番の活躍じゃわい。後ろに末金選手が控えているのも何気に相手にプレッシャーになっているよね。投手陣は相変わらず安定しているし、このまま連勝していきたいね。ということで、逆転勝利となった一戦でした。